総務省が発表した2月の東京特部の消費者物価指数は1年前と比べて3.3%の上昇となり伸び率は13ヶ月ぶりに鈍化しました2月の東京特部の生鮮食品を除く消費者物価指数は103.7で1年前と比べて3.3%上昇しました政府による電気やガス代の負担軽減策の効果が反映され 伸び率は13ヶ月ぶりに鈍化しましたただ食料の上昇率は1年前と比べて7.8%となり先月より拡大しました帝国データバンクによりますと食料品は今月およそ3400品目来月も5000品目近くが値上げされる見通しで食料品などの値上げによる家計の負担は続きそうです